全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今ちょうど秋葉原のオフィスでお客さんとの打ち合わせが終わり、オフィス内で一息ついているところです。そこでなぜか大学受験の時のことを思い出したのです。私は大学で考古学を勉強しようと思い、奈良県の大学の推薦入試を受けたのですが、見事に落ちました。その後高校の先生の紹介もあり、なぜか山形の大学を受験したのです。そして1998年の2月、とても寒い時期に沖縄から山形に試験を受けに行きました。試験勉強はそれなりにしていたのですが、全く対策していなかったことがあります。それが寒さ対策です。沖縄県民の私としては、山形の寒さは辛いだろうということぐらいは分かっていました。でも今回の目的はあくまでも大学受験です。受験会場は屋内ですので、暖房くらいあるだろうと考えていたのです。もちろん暖房は効いていましたよ。外は雪景色でしたので、暖房がなければ下手をすれば死んでしまいます。しかし暖房が効いた室内においても、南国暮らしの私には寒く感じたのです。どれぐらい寒く感じたかというと、指先が冷たくなってうまく文字が書けなくなってしまったほどです。もともと字は綺麗な方ではありませんでしたが、さらに個性的な字になってしまうのです。これは予想外でした。でも普通の教科はなんとか大丈夫でした。多少字が汚くても読めれば点数がもらえます。文字の綺麗さで合否が決まるわけではありませんからね。しかし小論文のテストが始まった時に気がつきました。寒さで指先がうまく動かないことで、文字を書くスピードがいつもの半分ほどになっていたのです。限られた時間内で課題に対する論述をしなければならないのに、手が思うように動かなくて、なかなか文章を書き進められなかったのです。あの時はかなり焦りましたね。試験中に手をこすり合わせてみたり、握り拳を握ったりして話したりと、周りから見たら変な動きをしていたはずです。なんとか解読できる程度の文字にして書き進めるしかありませんでした。どうにか試験をやり遂げ無事に合格したのですが、寒さって怖いですね。この話を大学に入った後友達にしたのですが、誰にも理解されませんでした。暖房は普通に効いていて問題なかったとみんな言うのです。寒さで指が動かなかったというのは私だけだったので、どれだけ寒さに弱いんだよと笑い話になってしまいました。まあ周りはみんな寒さに慣れている人ばかりで、沖縄から来たのは私一人だったので仕方ないのかもしれません。普段暖かいところで生活している人が急に寒いところに来たら、体が慣れなくて指が動かなくなるということを経験した人は私以外いなかったのです。経験したことがないものは理解されないのです。これはうつ病も同じことです。うつ病という言葉だけはかなり世間にも浸透してきました。でもうつ病の本当の辛さ、苦しさは体験した人にしか分かりません。眠れない、悲しくなる、ネガティブになる、イライラする、死にたくなる、意欲がなくなる、人と話したくない。言葉にするのは簡単ですが、実際はもっと苦しいのです。自分で何とかしたいと思っても、なかなか自分の感情をコントロールできません。そして先ほど言った通り、人は自分が経験したことのないものは理解することができません。そのため、うつ病の本当の苦しさはなかなか理解されないのです。それでも見守ってくれたり、
話を聞いてくれたりする家族がいればまだいい方です。それが会社になると理解されないということは苦しさ倍増です。私が以前勤めていた会社でチームメンバーがうつ状態になった時、その人から心療内科に行った方がいいか相談を受けたことがありました。私は病院に行って薬をもらい、医師やカウンセラーに話を聞いてもらってはどうかとアドバイスしました。その話を上司に報告したら、病院に行ってうつ病と診断されたらどうするんだと怒られてしまいました。そんな会社もあるのです。うつ病を経験していない周りの人にはうつ病の辛さは理解されない。それでも何とかしていくしかないのです。今は辛くても病気が治って時間が経てばうつ病の経験も役に立つはずです。私も月100時間を超える残業が5年間続き、過労でうつ状態になったことがあります。その時には病院に行く時間もありませんでした。なんとか時間をかけて体調を改善していったのですが、あの時の経験があるおかげでうつ病者の気持ちがわかるようになりました。また身内がうつ病になったこともあるのですが、そのおかげでうつ病者の家族の気持ちも理解できるようになりました。とはいえ社会的にはうつ病の理解はまだまだです。本当の意味で全ての人にうつ病を理解してもらうのは難しいでしょう。だからといって諦めて何もしないというのは私の信念に反しますので、今後もブログや動画などを通じてうつ病や障害年金について多くの人に知ってもらえるよう情報発信を続けていきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。